どれ出るかな。ちょっと口止まり汚いね。髪の毛すごいね。はい、味もケーシュルでーす。いやー、iTunes でね、1万5000分のね、曲買っちゃいましたよ。っていうね、普通、すごい YouTuber っぽい入り方ですね。なんでかって、再生回数取れるからだろ。お金使ってる動画はみんな見てくれそうだから、YouTuber っぽい喋り方してるんですよ。そこら辺にいるね。そこら辺にいるねって言うとね、まあディスってるようになるけど、そこら辺にいるのはそこら辺にいるんですよ。ということでね、まあ1万5000分買っちゃったんだわ。うん、買ったんだよ。で、まあパソコンとも同期させて、うわーって思ってね、もう1万5000分買ったんですよ。いや、余るかなって思ってね、で、俺がちょっと課金しないようにね、気を引き締めなきゃって思ったら、残ってた残額280円分の200円までぶっ飛びやがった。1万5200円分か。違うな。14,200 円分吹っ飛んだんだ。うん。びっくりした。うん。約1万5000分ね。14,200 円吹っ飛んだ。ちょうど俺のスーパーコピ、やっぱスパコン、最高だわ。うん。ね。マジスパコンだわってね。まあ、最後に余計になんだっけな、あれだ。買ったのがね、桜の頃っていう坂本龍一さんと、河本ひろさん、坂本龍一さんが作詞で歌ってるのが河本ひろさんの曲と、ファクトリーガールの河本ひろさん。あれ？河本ひろさん多くない？そうなんですよ。これね、ワンダイレクションなのか、なんか、その、ラッドウィンプスなのかって思うでしょ。全部ザ・ハイ・ローズ。ザ・ハイ・アンド・ローズです。はい。ねえ、全部ハイ・ローズの曲です。1万4000。うん。お年玉だよ！見りゃわかるだろ、ガキンチョが。ガキンチョが1万4000、どっから金出てんだよ。なあ、パチンコがいけねえよ、パチンコなんて。なんでパチンコが最初の例えで出てくんだよ。なあ、スリか、うん、あるかもしれない。子供はスリする。うん、しないしね。そんなん聞いてこない。まあね、お年玉ですよ。吹っ飛んだ。うん。最高の買い物だったね。うん。で、あと残すはクロマニオンズのシングルコレクション2枚。だけ。うん。それを買ったら、あとはザ・ローリングストーンズとか、ビートルズとかを買い漁りますってね。はい、終わりなんかありません。ね、CD 集めだとなんかダメなんじゃないかなって言われるんですよ。やっぱね、アルバム買いとか LP 版か。LP 版とか買った方がいい。高い。さすがに CD で我慢させてくれ。俺がなんか YouTube が人気になったり、しっかりと職に就いたら、なんかレコードを聴こうかなと。LP 版か。でね、うわぁ、レトロみたいな感じで。聞いていきたいですよね。うん。1万4000分使ったわ。まあ、1万5000円にしとくわ。切りよく。まあ、1万円分使ってみたってどこにするか、iTunes で。1万4000、まあ、買った。まだ曲はもうファクトリーガールしか聴いてねえ。ファクトリーガールもローリングストーンズの曲だけどね、カバーしたんですよ。河本ひろさんが。まあ、それ以外のアルバム全然興味なかったんで、あの、河本ひろさん、信者なんでね、僕、ザ・ハイローズ、ほんと大好きなんですけど、スパイダーホップが iTunes にね、びっくりした。それだけがちょっと心残りだった。うん。ないんですよ、スパイダーホップ。あと、フリップフロップ1もないんですよ。iTunes クソだ。ねえ、いろいろないんですよね。うん。スパイダーホップとフリップフロップ。でも、フリップフロップ買ったってベスト版にいっぱい入ってるような曲だから、あんまフリップフロップ1はいらないかなと。まあ、フリップフロップ2にはルイージアンナとかね。あの、キャロルのルイージアンナとかもあります。いい買い物しました。うん。吹っ飛びましたよね。うん。びっくりした。ちょうどなくなった。って。わーって思った。それだけでな、報告。まあ、楽しい生活が待ってるぞ、ということですわ。それだけ。うん。俺も眠い。うん。曲聴きながら寝るわ。動機も全部完了してね。いやーもうね、やっぱ YouTube とかで漁ってたんですよ、ザ・ハイローズの曲。ありますよ、アップロセ。でもあれってさ、絶対ダメじゃん。だから、ああ、じゃあ買わなきゃなって思ってね。頭悪いですよ、確かに。無料で済ませとけば1万4000円分違うものに使えたかもしれない。いや、俺は iTunes の iPhone で聞きたかったんだと。車で聞きたいんだよって言ったら、 iPhone で同期すればいいんだよってなるじゃん。iPhone で同期すればいいじゃんってなるけど、広告うぜえんだよっていうね。車の Bluetooth でつなげば YouTube だってできるよって言っても音質が悪い。うん、音質いいのないよ。ああ、そうだ、東京スカパラダイスの
スカパラダイスオーケストラの星の降る頃に夜にみたいなのも、あーあれ買いそう、そびれた。それ買えばよかった。ファクトリーガール買うんじゃなくて、でもファクトリーガール安かったかな。ちょっと安かったんだ。あれ桜の頃が安かったんだけど、どっちだ。まあいいや。うん、まあ買ったよと。うん。いやー、119曲くらい買った。120曲買ったよ。約120曲。約じゃねえんだよ、それ。119なんだよ。小数点ねえだろ。な。119曲分買いましたと。うん。まだ全然曲は聞いてないですけど、最高の買い物。うん。あ、どうしようかな。アルバム順に聞こうかなって思ったけどね。エンジェルビートルだっけな。ホテルチキポコだっけ。うん。聞こうとしたら、最初がトゥーレイト、トゥーダイだったから。ああ、いや、そのベスト版とか、タイガーモービルとかで聞き飽きたからな。トゥレトゥダワ。ってね、なんかすごいオタクぶってるやつでした。全然本当は情報ないですよ。本当はね、知識、今ので全部みたいなもんだから。あ、でもザ・ハイローズ大好きですよ。あんまみんな同年代で聞いてる子は。いないと見せかけて結構いるでしょ。うん。意外にいるんですよ。ツイッターとかでザ・ハイローズって検索すると意外にみんな聞いてたっていうね。うん。まあみんなは自分の聞きたい曲聞いてください。僕は進めません。うん。みんなが聞きたい曲を聞けばいいと思うんです。進める筋合いは僕にはない。それだけだ。まあね、確かに頭悪いよ。YouTube とかニコニコとかでね、そういうまあデイリーモーション、ダイリーモーション、まあデイリーモーションなり、そういうところでね、あるよ確かに。乗ってるよ。うん。でも、ちゃうやんって。普通はお金払って聞くもんじゃん。そういう曲って。で、俺はお金を払った。それで頭悪いって言われる筋合いない。違法視聴になる。違法危機になるから、視聴になるから、それ怖いなって思って。うん。まあ、買いました。iTunes でね。でもね、普通に現物支給じゃないけど、現物 CD 買ったらもっとすごい値段になってるから、iTunes ですごい安いんだよね。フリップフロップとかもなんか Amazon で買うとしたら3500円くらいするのに、あっちだと2200円。1300円オフですよ。うん。まあ、学生がなんでこんな金持ってんだって。お年玉だよ。うん、そうだ、あ、そうだ、1万4000分使ったから、あ、PS4 とレバナントキングダム買えなくなった。あー、YouTube で一山当てなきゃ。あー、クソ人間ですね。はい。一山当てても、その一山は、広告収益基準分になるから多分無理ですね。あー、もう、PS4 レバナントキングダムゲーム実況しか見れなくなりました。最高だぜ。もうこれで心置きなく金使える。お年玉使えるわ。うん。もうこれで PS4 買えねえんだから、あと2万5000円も。いろいろ買っちゃおう。あ、でもマジで金吹っ飛んだ。2万5000円しかない、あと。うん。いろいろね、お年玉なり前のお小遣いなり貯めて、それが吹っ飛んだ。うん。まあ、そういうことだな。よく考えよう。お金は大事だよ。よ、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 よ。ジャングル鬼西じゃねえよ。